KO3000K 電車、高下電気鉄道700型電車、高下電気鉄道700型電車、高下電気鉄道700型電車は、高下電気鉄道高下線の通勤系電車。2両編成8本が在籍している。道線初の冷房車、カルダン駆動車でもある。高下線では、1990年8月1日より、東武鉄道から譲り受けた 3000K。 3050、30 K を300型350型として使用していたが、吊りかけ駆動方式で、保守費用を増大させていたことや著しい老朽化、また冷房が搭載されておらず当時の社会情勢に合っていなかったことから、1998年から2000年にかけて、京王電鉄から3000位軽電車を譲り受けたものである。導入に際しては、 地元自治体からの補助を受けている。内装制御電動車、デハ710型、制御車、クハ720型の2両編成で、711プラス721から718プラス728の8本が在籍する。導入時の受給関係上、元からの先頭車だけでは不足したため、中間車の先頭車化改造や、電装解除。 先頭車の伝送化などの改造が、KO10 機整備で施行された。以下に、編成ごとの特徴を記す。711回から714回、718回、715回から717回、全編成共通なお、700型導入と、相前後して、東急7000系由来の東急車両製造 TS-701 系パイオニア台車を、 複数譲り受けしており、こちらは、車両基地である、大御車庫での仮台車として用いられている。導入後は300型、350型を淘汰し、工下電鉄の主力車両となった。当初は、全面上半分の塗色が、薄青緑色だったが、2005年11月から2009年2月に、かけて711回を除く。 各編成の正面上半分の配色変更が実施され、全編成それぞれが色違いとなった。このことから種者同様にレインボーカラーとも呼ばれている。なお、この経緯から、慶応時代より一色多い発色となっており、使用色は慶応時代と異なる。また、車体側面の帯は登場以来、フィヨルドグリーンと赤の二色のままである。 全面相下にある行き先表示器は導入当時は車掌乗務の2万運転だったため縦書きゴシック対表記だったがワンマン運転開始に伴い主車のものと類似した緑地に白抜きのワンマン表示を上部に添えた横書きの配列に変更された配色変更とともに空気圧縮機を従来の C-1000 型からより 容量の大きい HB-2000CA 型への乾燥が全編成にわたって実施された。これは容量を大きくして空気や縮機気の焼き付けを防止するとともに保守用以下危機更新を目的としている。また、車輪も軽量化などのために波打ち車輪に交換された編成もある。714階は元、走る、水族館として車内外に 海産動物のイラストシールが重複されていた。また、車内は水色のカッティングシールが重複されていた。前面の助手席側ワイパーは2000年代後半に慶応時代から装着している WP-35 型空気式ワイパーシリンダーを予備部品とするために外側から窓拭え器が撤去されていた。 2010年12月下旬に検査出場した712回は大型ワイパーを装着している。外観は無塗装から黒色に着色された窓吹き機に変わっており、ワイパーユニットも空気式から電動式に交換されている。2019年以降、自社発注の新型車両で代替される計画が存在したが、受注可能なメーカーが不在として、 計画の実施を2023年度以降に見送る、胸を発表した。ありがとうございます。